フェアビューマウンテンにやってきました。こんにちは、 CSBN の中島志郎です。今日はオリバーのフェアビューマウンテンに来ています。1ホール2ホールちょっとご紹介してみたいと思います。14番パー4、木の間を抜けていくティーショットです。ロックネック左なんですけども、木が高いところからドローで右から行くかですね。よいしょ、伸び上がっちゃいましたけど、ドローで上から行けました。このゴルフ場はこの右の方にある山から、順目にしっかりなっていて、山に向かったパッティングがすごく遅くて、山から落ちてくるラインがすごく速くなります。ちょっとフェアウェイ左のラフになってしまいましたね。木の後ろですけど、まあ狙えないことはありません。残りが120ヤード、少しだけ下っていますので、こちらから、速くなっているグリーンですね。手前から行きたいです。今日ピンポジションが奥なので、まあそんなに難しくはないと思います。今度は15番のパー3、このグリーンが非常に難しいので、ちょっとここも撮影してみたいと思います。ちょっと左目、これかん、ちょっと左か。このねゴルフ場はとにかく山からすごくグリーンが速いっていうのと、特に夏なんか来るともう目がきついんで、また逆にそれを読むのが面白いんですね。でこのホールはちょっとここ今右にプッシュしてしまったんですけれども、グリーンがすり鉢状になっていて、もう僕のとこから多分次はまず寄らないですね。そんなホールなので、ちょっとグリーンの状況を撮影してみたいと思います。はい、こんな感じの
グリーンになってまして、ちょうどこのすり鉢状ね、ここの中にボールがこうあると一緒に回ってる方がいいショットしてバーディーチャンスです。私はプッシュしたので、あったあった、うわでもこれ難しいな。ナイスショー、切れない、オッケー、やっぱりラインがね、なかなか読みづらいよね。本当に読みづらいゴルフ場。グリーンが難しくて面白いです。うん。どうですか、このゴルフ場は。楽しいです、すごい綺麗で、グリーンも結構今日は僕は合っててね、えいい感じです。読みづらいよね、でもね、読みづらいですね、目と傾斜がすごいあるから ね、 ねミスラーにはない感じで楽しいです。楽しいですね、はい、コウキ、このゴルフ場どんな感じですか。結構なんていうの、戦略的な感じ、結構ティーショット特に集中して、ね、狙いどこ決めて打っていかないといけないんで面白いですね。面白いですね。グリーンも結構傾斜があって景色もいいしね。パンチしなければね。そうだね、ちょっとエアレーションしてたからね。2017年、これは僕のフェイバリットです。